皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントでーす。赤ちゃんから人生やり直したいキャプテンでーす。今日は子犬に戻ります、ワンワンカズでーす。今日はママに挑戦します、エビアンでーす。よろしくお願いします。今日はですね、今日は VR チャット内にある授乳カフェキタリナにやってまいりました。よろしくお願いします。てか授乳カフェって何？そうやね、俺もね、いろいろ想像を膨らませてしまったよね。ちょっと僕たちが想像してるのとはだいぶ違うみたいなんですよね。僕と仲良くしていただいてる方にピチキョさんっていう方がいらっしゃるんですけど、絶対に行けと、とにかく行けと、行けばわかると、すごく熱く語るわけですよ。とにかくここに来て授乳を受けるとめちゃくちゃ癒されるらしいんですよね。というわけでスタッフさんもたくさん集まってくれてます。一体どんな経験ができるのかめちゃくちゃ楽しみ。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。私が店長の星、はい、リムです。授乳カフェキタリナはですね、授乳カフェという名前を聞くとですね、ちょっとこう刺激的なイメージを持たれる方が多いと思うんですけれども、やってることはですね、哺乳瓶で授乳をしたりされたりしてですね、癒しと落ち着きを得るための健全なイベントでございます。この授乳カフェの、ね、特徴としてスタッフだけではなくてですね、来てもらった人にも授乳をする側にね回ることができてですね、参加者の人が他の参加者の人に授乳をして癒しをね与えつつ、こう授乳する側も癒されるのでね、授乳する側される側両方とも体験していただきたいと思います。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。席倒しますね。はい、今いい塩梅です。あ、うわ、おう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 、何これ何これ何これ。はい、飲みましょうね。はい、あ、はいはい。ママ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 、飲んでちゃんとサラさん。ナム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 ナえ、逆に他のお客さんはどういうテンションで受けられるんですか？もう本当にこの授乳を受けたまま寝ちゃう人も結構いますね。寝れる寝れる寝れる、絶対寝れる。マジ？これ新しい感覚や。いいよ。低いよ、バブーが。バブーバブー。癒されとるよね。カエル、俺キャプテンのこの姿見たくなかったかもしれん。赤子に戻りたいわ。1から10まで世話してもらえてさ、よしよししてもらえて、ミルク飲ましてもらってさ。いいな。あ、だめよ、ゆっくりゆっくりゆっくり飲めちゃう、ゆっくり飲めちゃう。これは衝撃映像やな。衝撃映像ですね。こっち見んなや。ママ見なか、見なか。ちょっと待ってね。うん。よし、ほんと、大丈夫そうだ。よしよし。いいね、いいね。おいしい、ママ。おいしい。いいね、いいね。おい、授乳カフェって、哺乳瓶じゃないと思ってたんですよ。
あ、なるほどなるほど。昨日急遽哺乳瓶だって言われたんですよ。あで、あのね、正直申します、すげえテンション下がっちゃって、え、瓶なのって瓶なのって思っちゃったんですけど、でもね、今日来てね、あのよかった、うん、いいわこれ。ああ、よかった、別の癒しだよサラさん、俺が想像してた癒しとは別の癒し。はい、じゃあね、今日のキタリノの特製ミルクでーす。あー、やったー、味見してる、味見してる。うん、とっても美味しく出来上がってます。やったー。はーい、じゃあどうぞ。はーい、はーい、いっぱいね、飲んでいってくださいね。落ち着きますか。よかったです。一人一人変な小さいのボールだ。ね、みんなね、楽しんでいただけてね、嬉しいです、とても。すごい世界や。なんや、この世界は。マジね、もう寝れるな、これ、ほんま寝れるな。ほんまに寝れるわ、これ。じゃあ、このままエンディング。パパ、パパ、パパ、お願いします。パパ、お願いします。今、パパ来ますからね。パパ、パパや、パパ来た、パパだよ、パパ、パパ来た、パパ来た、パパだよ、すごい、よし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 、獣さんじゃないですか。よし、よし、よし、獣さんだ。あ、すげー、すげー。あれ、パパですよ。パパも悪くないな。なかなかありがとうございます。よしよし。よし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 。よし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 。よしよしよし。犬みたいになってる。よしよしよし。よしよし。よしよしよしとかやんないんだけど。お、いっぱい来てる。こちらはね、子供です、いただいて。赤ちゃんいっぱい来た。赤ちゃんいっぱい来てくれてますので。よし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 。はい。あれこれ、パパも楽しいぞ。あれあれこれちょっと楽しいかもしれん。楽しいですよ。かわいい、かわいい。よし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 よゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。あ、トモヒサさんが。あ、モテるね、すごいね、アルフォードすごい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。了解、じゃあ降りちゃうね。そっか、お猿のプレイにちょっと違う位置に埋めてるから。よしよし。めちゃめちゃ笑ってる、楽しかった、見てめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。やっぱ食べたくなるな。あ、泣いてる泣いてる、びっくりしてる、びっくりしてる、表情がびっくりしてる。めちゃめちゃ反応してくれる。ゆうちゃん泣いてる。痛け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 。
よいよいよいよ言わないですか、大丈夫ですか。ミルクあげますね。動物園やなこれ。いやいや、オオカミはタヌキにミルクあげへんで。動物園でもこんな絵面ないけどね。そう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 。ジュニューカフェキタリナは、癒しと安らぎを、目的にした健全なお店です。ジュニューカフェは PC 本店とクエスト支店がありまして、PC 本店は、日曜の午後3時から午後5時、クエスト支店は、木曜の午後10時半から午後11時半でやっています。クエスト支店は午後10時にご新規様説明会といって、初めて参加する人のための参加方法の説明会もやっていますので、よかったら遊びに来てください。ジュニューカフェキタリナお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、よかった。どうでした、キャプテン、どうでした。いやー、やっぱりね、ゼロ再開やり直した気分ですよ。めっちゃわかる、わかる。もういや、俺もね、本当イメージと違いすぎてビビった。いや、それめっちゃビビった。本当に癒されるよ、で、びっくりした、今日高い高いしてもらったのが一番良かった。あ、俺も後でやってもらおう。いない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 いな、そんな楽しいんだ。高い高い、あ、やりましたね、高い高いね。まず後で俺にやって。だが、絶対嫌だ。なんでよ、やってよ、パッパパッパいや、キモい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 。はい、というわけで、今日はジュニューカフェキタリナに遊びに来ました。クエスト店なのでクエストでもみんな来れるんで、ぜひ VR チャット遊べる人は遊びに行ってください。めちゃくちゃおすすめです。あ、それではまた別の動画でお会いしましょう。サルガシラトリートメントでした。はい、じゃあ、はい、じゃあ行きますよ。はい、よし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 よよし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 、はい、どうぞ。よし。何やねん、その流れ。めっちゃ真顔。